続いてだよな、最後にだよなとついてれば何でも大丈夫ですよ。ラジオネーム今消しゴム食ってます、福島 FM。 名探偵コナンとワンピース連載開始当初から読んでるんだけど、最終回読めるのか最近不安なんだよな。続くからね。私も先日あの、はい、ドリフターズっていうね漫画をいいですね、買って読みましたけど、はい、5巻ですかね、はい、6巻が出るのは3年後ぐらいと思うと、そんな連載なんですか、気が遠くなる。本当に健康じゃないと漫画読めないですね。読めないですね、本当にね、本当に。ラジオネームラッパーザキバチョフ。うちのおばあちゃんすごい優しいのに、虫や動物にだけは異様に冷酷なんだよな。ありますね。すっげえわかります。畜生や。昔の人いるからね。はい、なのね、今はもう全然違うもんね。うん、動物虐待とかで捕まっちゃう世の中だからね。そうですね、やっぱうちのじいちゃんも言えないようなこといっぱいしてましたね。いや本当だよな、はい、怖い。俺も昔は残酷なことしてたよ。でもね、蜘蛛の巣さあ、もう割り箸でもう綿菓子みたいな、はい、子供のやることですから。せっかく作った蜘蛛の巣を、うん、やっぱしてます。思ったより可愛くてよかったです。なんかラジオネーム、アリ地獄の中にアリいっぱい出たり。まあ入れすぎてアリが逃げる。ラジオネーム超獣ギガジャクソン。外国に住みたいって気持ちはあるけど、外国には親がいないからすねかじれなんだよな。かじりすぎなんだお前ら、本当に。ラジオのトゲのないバラ。ラジオが好きな一番の理由は、人の話聞くときに相手の目を見なくて済むから。なるほど。テレビだって別に合わせなくていいんだろ別に。ラジオネームタイガーアッパーカット。このまま生き続けるより、ニラに生まれ変わった方が、長澤まさみちゃんのアナルに到達する確率が高いんだよな。勉強できるな、お前、ほんとに。めちゃめちゃ頭いいな。ねえ、ラジオに、山頂。武田総運が筆でチンコをいじってくれるなら、金払ってもいいんだよな。絶対嫌だろ。めちゃめちゃ嫌だ、あんな人。あんな人。以上。